Brought to you by、えー、語翻訳家のテツミスルさん。お招きしていいろろお話を伺っていきたいと思いますけどもともとエジプトに興味を持ったのは何歳ぐらいの時からなんですか、まあ、小学生の時に興味を持ったというか普通の子供と同じような感じで ピラミッドだとか、ツタンカーメンの黄金のマスクだとかっていうのは知ってました。そこから実際に、エジプトに行こう。行くきっかけっていうのは。いや、あのー、エジプトだったからっていうわけではなくて。はい、まあ。まあ、その時あんまし、特に能力もない。 あちょっと暗いオタ,ク系オタク気質な人間だったんで、ええ、何かしら特色持たないとちょっといい人生を送れないんじゃないかっていうところでそしたらたまたまアラビア語の留学プログラムっていうのがありまして、はい、エジプトで留学するっていうプログラムがあって、ええ、それで応募したっていう感じです、ね、ほうほうえそれで初めて行ったのが96年ですか。96年です 全くでも何も知らずに行くわけですよね一人でそうですねアラビア語でも、あのー、結構1年間は、えー、まあ宿とか提供してくれるところだったんで、はい、まあそんなに、まあ、準備はそれはあのー、ガイドブックに書いてあるぐらいの準備はしてました<う> <laughs> まあでもそんなに日本からアラビア語を学びに行こうっていう人は少ないですよね 僕らがいた時は比較的多かったですよ。あ,あそうなんですか、はい、<ー>結構大学のり交換留学プログラムみたいな形で、はい、例えば大阪外大であるとか<ー>東京外大であるとか<ー>っていうところで結構な人数で行ってたりしますね。<ー>はい、じゃあまあエジプト行った時にも結構な日本人も一緒に行ってたとあ僕の時はあのー、まあ複数行ったぐらいではい。はい まあでも大体あれですよ、ね、向こうで僕もアメリカに行った頃は結構外国人の生徒さんたちが学校にいましたけど <laughs> あのはっきりと英語が上達する人たちと全くダメな連中っていうのは全くダメな連中っていううのはもう自分の国の連中としか遊ばない。<laughs> よくある話ですもう4年ぐらいいてもほとんど英語ができないやつがいたりとか、えー、もう半年ぐらいで結構喋れるようになるやつらとかいたんですけど、はい、どうだったんですか僕はあのー、なるべくエジプト人と付き合おうとしてたんで、はい、まあその辺のところは多少優秀だったんだろうなと、はい。<laughs> フレンドリーなグループなんですか エジプト人って特に社会とかは日本特に都会のところっていうのは、うん、結構よそよそしくて、はい、あれなんですけれどもエジプト人の場合は、えー、もうバスで隣に座ったらもういきなり話しかけられるとか<ー>そういうことが。 よくあります、ねえー、やっぱり日本人っていうのは珍しいっていうのもあってはい、はい、興味は持ってくれるわけですね一応興味持ってくれますどういうことを聞かれるんですかあのー「侍とかいるの?」とか「刀」とかそんな話ですかいやあのー「日本人女性と付き合いたいんだと、ね」と <laughs> ね <laughs> あの僕が行くついちょっと前ぐらいに、えー、エジプトで推しにやってたんですよ おしん、はい、あのドラマドララママです<ー>それがすごい人気になっちゃってへえ<ー>でだからもう,もう日本人の女性と結婚したい付き合いたいって<ー>エジプト人の男が大量に出まして、えー、<laughs> そうなんですかまあでも向こうはアラブ諸国なので、えー、女性との付き合いとか結構厳しいわけですよね。 そうですね僕がいた時はだんだんオープンにはなってきてますでも基本的にあの女性となんかデートするみたいなそういう習慣とかはないわけですよねまあ僕のイメージですけどえっとですねデートは、まあ、まあグループでデートするとか、はい、あるいはマンツーマンみたいなやつ いるでも例えば家族の誰かが一緒についてくるとかそういうのもありますええまあ基本的に日本とは違うわけですねそうですねデートのとかはとかお酒とかもうダメなんでしたっけ完全にエジプトは大丈夫です大丈夫っていうかあの酒屋はありますバーもありますはいただ酒屋でも酒屋で例えばビール買いましたそのビールを 缶の例えば缶ビールだったら缶ビールを出したまんま街中歩くと食失されますええー、そうなんですかはい飲んでなくても開けて,なくても持ってるだけで持ってるだけでだからあの酒で買い物したら黒いビニール袋の中に入れられるんですよはいあの中身が見えないように、えー、まあアメリカでも厳しくなって紙袋に入れてっていう <laughs> はい ふうにななっていたのかなおえそのかそ理由としてはあの建前上イスラムの国なんで、はい、飲酒はダメよと、えー、いうことですね。あ<う>そ,それは建前上建前家に持って帰って飲む分には別に誰も文句は言わないと。まあ文句は言われないですね。でも宗教上はダメっていうことですよね。 という,ふうにされていますそこら辺も曖昧で、<laughs> あで例えば外国に行っているアラブ人、はい、イスラム教徒とかが、ええあのー、お祈りに一生をきたさなきゃ大丈夫なんだとか、はい、いうような言い訳をして飲む場合がありますいろいろ、はい、僕もあの大学時代アメリカであのアラブの友達いっぱいいましたけど全員飲んでましたから <laughs> タバコ吸う飲むはもう女遊びはするわ。 大変でしんかもう向こうの厳しい国からここルースな国に来るともう爆発しちゃう戦中が多かったですけどす、ねまあ、反動ですねその目的の一つがエジプトでもあったわけですけどなるほどでえー、アラブ語を学ぶわけですけどえーえー、世界で <laughs> 世界言語で 難しいと言われてる、はい、もうトップ5に難しいというふうに言われてるアラビア語なんですけど、はい、実際はどうなんですかえっといわゆる文語体を学ぶ時はむちゃくちゃ難しいです、はいあの。英語とかと言葉の順番が全然違いますし、はい、あの例えば主語が「私」「あなた」 彼ら彼女たちそのグループの中でも、えええー、男女の構成が男が多い女が多いで、ええ、全然違う多少微妙に違ったりするんですよはあ、はあ、言葉が今はえあのどれぐらい把握してると思います自分ではもう結構ネイティブぐらいに。い 文語はちょっと自信ないですねああ。書くのも読むのもここにありますけど、はい、もうちんぷんかんぷんですよねこういうのを見てて <laughs> それはあの全く知らない人からすればちんぷんかんぷんだと、まあまあ、漢字もそうだと思いますけどこれ同じ言葉のグループなんですよ。同じグループなんです似てるところが何となくあるな<う>みたいな3文字同じところがあると思うんですけれどもはい。はい その一番上のやつがアラビア語を勉強する上で一番最初に教わる動詞です。「かたば」って言って彼は書いたっていう意味です。えのこの一文字でこの3文字で。3文字はい。えこれはい。これだけで ?3 文字。3文字なのはい。 K みたいなやつと真ん中のちょんちょんと下にちょんがついてるやつで一文字ずつですはあそうなんですかはい、はい、でこの下の方になってくるとこのマクトゥーブっていうのがえー、書かれているっていう意味なんですけれども、えー、あのデーブさんが前に読んだことがあるとおっしゃってた「あのアルケミスト」はいはい アルケミストの中でたまにちょくちょく出てくる言葉です、バクトゥーブっていうのは。これ、書かれたっていう意味なんですけれども、運命っていう風な意味でもあります。なるほど。で、その上のカーテブっていうのがライター。ライターそう、あの、物書きです。要は、のの表向き職業まあ、あの人はインシキですけどね。です。ははいい うん、なるほど。と言っても読めないですね、ん並んでいたら <laughs>、まあ、慣れたら読めるようになります <laughs> <laughs> ほう結局あの、えー、学校ではもうアラブ語をずっと学んでいたということですか。で,、はいえーであの、それを何年 学校で三四年はやってましたね。三四年やっていて、はいうん、えでその後日本に戻ってきて、いやその後あの現地の会社に仕事を見つけて勤めたわけですか。はい、え,えどんな会社に勤めたんですか。あのー、旅行会社ですね。おお<ー>、うん、え結構日本人の旅行客を扱ってるみたいな。そうです。えー、当時はすごくたくさんあって、はい、あの日本人のスタッフを 欲しいいっていう会社が結構あちこちこはあなるほどへえあのエジプトといえばやっぱりこうあれですよねあのピラミッドですとか<ー>ああいう古代エジプトの観光客とかは、はいえー、訪れるっていう<ー>、えー、イメージがあるんですけど古代エジ,エ,トエジプト文明とかっていうのも 学んだりとかしたんですかね。まあ基本的なことは本で <laughs> 読んで勉強したりはしました、はい。自分でピラミッドとかそういうツタンカーメンのあのいろいろ見に行ったりとかもしました。ししたよ。え、あのえどんな感じなんですかあのピラミッドっていうのは結構観光客は多く訪れるんですか、ね。あの向った時はすごい多かったですね。はい。はい。へえー、どんな人たちが来るんですかね。うん あのー、まあ古代エジプトが好きだっていう人もいるし有名な観光地だからっていうことで今、はい、一生に一度見てみようっていう人たちがもう結構います <laughs> エジプトの人というのは、はい、その古代エジプト人の、うん、要はあのー、先祖であるっていうふうに、はい 信じているんですかね、考えているんですかね。あ、それは本、あのエジプト人たちはみんなそう思ってます。あ、そうなんですか。はい。あのー、エジプト人が自慢げにエジプトのことを言う言葉で、ウ、ええ、ンムドニアっていうのがあるんですよ。ウンムドニア。はい。はい。ウンムっていうのが母で、はい、ドニアっていうのは世界。はいはい。まあ言ってみれば文明です。つまり文明の母だとははエジプトは。はは なるほどね、そういうようなことで、えー、あの自慢してるような感じはある誇りますうか。まあ最近僕ら陰謀のコーナーとかで、はいろいろ考古学者が要はピラミッドがどう建てられたとか何年前のものなのかというのが結構怪しいぞっていう。<laughs> えー 話題も、えー、ピックアップしていますけど、はい、エジプトの人たちっていうのはどういうふうにピラミッド、誰がピラミッドを作ったとかっていうふうに思ってるんですかね。あ、それは神様です。神様。はい。ほ<う>アラの神です。アラの神が作ったんです。<laughs> はい、おそらくうん本音ではそう思ってます。ほう。ええー、そう。スフィンクスとかそういうのもなんかスフィンクスのなんか、えー、シンボルっていうのはなななんな。 なんだと思ってるんですかね。なんだと思ってる。要はライオンのあの体に人間の頭っていう。まああのー、守り神ですよね。<う>古代エジプト王朝の。あれ元々あの二体で対になってるんですよ。えどういうことですか。かスフィンクスって。今一体しか残ってないですけど<ー>本来は二体の二体あるんです。 え2体あったわけですからはい、えー、それはもう隣り合わせでそうですね参道を挟んでははなるほど、えー、それは、えー、歴史上残っている一応そういうふうなものであるというふうに研究結果が出ているみたいですははうん、なるほど <laughs> エジプトと日本の一番なんか大きな違いとかっていうのは大きな違いですかえー まあ当然なんかし、宗教がえ結構絡んでますけどうそうですね、あのー、生活のいろんな部分で宗教が入ってます。お祈りを必ず、えー、な何回やるんでしたっけ1日5回っていう確実にみんな5回はやってるわけですか。 僕が、えー、と勤めていた会社のところでも、はいえー、みんな誤解を祈ってますね。それは、えー、一緒にあのお祈りをしなきゃいけないとかい<や>別に宗教に絡んでなければやらなくていいということなんですかまあ僕はやらなくてもいいですね、まずは、えー、あと、まあ、集団で祈るのが望ましいと。えーはは されているんですけれども、ええ、一人で祈っても別に大丈夫、はい、食事は基本的に、はい、あれあの、まあ、当然豚とかは食べないしそうですね一、まあええ、割キリスト教とかいてその人たちは食べますほうほうあじゃあ豚料理とかは一応あることはあるとありますねただ、ええ、豚料理というか のあの外で出す店っていうのはまずないです<ー>日本食とかぐらいないとないです、はい、もう家庭で作るしかないという、はい、外で食べるっていうのはない、はい、で基本的にお酒は飲まない宗教上は飲まないですねだバーとかもあるにはありますあるけどえお客さんはいないというお客さんは外国人であるとか <laughs>、はい、観光客であるとか あとはその夏に1ヶ月ぐらいのアラブ湾岸諸国の産油国の人たちが来て、はいええ、お酒飲んだりするとか、ええ、そういうこともあると、はいええ、いえ満さん住んでてこう住みにくいなと思ったりとかしませんでしたあのー 確かに住みにくいなって思うところはあれにあります。ははまあ例えばどう,う例えばですね。もう交通がむちゃくちゃです。交通はむちゃくちゃ。<laughs> はい。<ー>